よーし。よーお前らテルトラーということで、今回なんですけども、今回ですね、この雪だるまで鬼にねバレないか検証していこうと思います。さあ、隠れる時間は3分。久々のかくれんぼだからちょっと緊張してるよ。弁当3回使えるみたいだけど、あー怖いな、大丈夫かな。1キルされてったぞ。このロングタスク怖い気でやろう。はいはい、緊張感走るね、かくれんぼ。はい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 、あんましこっちの方にはまだ来てない感じするぞ。さあ、みんなタスクをやって時間を縮めているでございますよ。まずい、大丈夫か、どこ行ったんだ鬼。ヒヒ、雪だるまの術。うん、来ないのやめて。うん、来てる来てる来てる。あ、倒されてた。どこにいるんだ。検証するしたいんだけど、鬼と出会わないのだけはやめて。うん、じゃあちょっとここら辺にいとくか。うん、こんな見え見えのところで検証してみようぜ。さあ、こっから残り1分多分発動するかな。1スタート。ピンも鳴らされていく。近いぞ。またなんかいるんだけど、普通に。なんかバレてなくない？え、ちょっと待って、なんで、なんかバレてないんだけど。待って、どういうこと？マジいいっすか？カメラ使ってる人がいる。なんつか鬼に切るしかしてないけど、大丈夫そう？うん、頑張って頑張って。鬼を死んでる。さあ、堂々とこの上に立って待っときます。テレトさん、1-0。ふぅー、まあ、ちょっと鬼が初心者っぽかったといえど、なぜかあの距離でバレてなかったね。うん、いや、みんな鬼やりたいっつってる。いいよいいよ、僕1番だから、僕が最初。かわいい。うん、どうしても鬼やりたいんだね。あ、めっちゃ難しかったっつってる。さあ、テルトさん、2回目も逃げていこうと思います。チョコボール選手、全然違う人だった。うん、全然違う人だった。さあ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 、案外この辺とかどう。もうさ、タスクやらずにさ、この辺いとこうよ。これバレるかな。意外といけると思うんだよな、僕。雪だるま作戦、ちょっとタスクやりに行くか。じゃあ、テレさん、医務室のタスクやってきますよと。スキャンやっちゃいますよと。にょーん。よし、ナイス。あ、これボタン壊れてるんだ。初めて知った。鬼と出会わないのだけはやめて。うん。鬼さん、どこ？なぜか鬼を追っかけるゲームになってるよ。どうしてやねん。あ、でもキルしてってるな。ちょっとお兄とで一回も出会ってないんだけど、どういうこと？待って、あー、最後にキルされた。待って、お兄とさ、出会わなすぎて一生鬼探してたんだけど。さあ、運命の3戦目。ちょっとこの人強そうだね。さあ、僕の雪だるまが試される時がやってきたよ。さあ、ちょっとまずはタスクをやって、時間減らしていきます。鬼に変身されます。ここね、強いと思うんだよ僕。なんかちょっとそれっぽいもん。さあ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 、あ、1キルされちった。来てる。おー、セーフ。あ、来た。あ、いる。キルされた。みんな見ましたか？みんな見ましたか？この雪だるまパワー、やっぱね、バレないんだよ。やっぱね、バレないんだよ。待って、ここ強すぎない？ちょっと。やばいんだけど。ここ一生放置で勝てるじゃん。今この端っこ見に行ってさ、おう、いないのー、つって去ってったよね。待って、すごい。神動画来たぞ、今回。さあ、残り4人。テレさんはタスクをやらずに引きこもるでございます。はい。待って、でも弁当あるから、大丈夫か。鬼こっち方向いるな、多分エレキいるな。ダメだ。はい、テレさんはここに再び帰ってきますと。はい。
ここがあのお家ですと。残り30秒だから、まあでもラストになると赤いピンで鬼に通知がいっちゃうから、ここでぶっちゃけ耐えれるかって感じだよね。やばいやばい、来てる来てる。残り6秒だよ。4 3 2 1。待って、やばくない？またバレんかったんだけど。すごいよ、ここ本当に。ただね、この残り1分だとこうやってね、赤く光って鬼にバレちゃうから、ここが勝負どころだよね。さあ、バレていきます。来た。あ、やばいやばい、通知いっちゃった。この人追ってるかな。でもさ、さっき鬼の人さ、ここ2回も探しに来たからさ、絶対いないと思ってるはずなんだよ。この赤い通知、さっき探した場所から来てるけど、なんでだろうと思ってるはず。来てる。あー、バレた、さすがに。ちょっと、ここ強かったのに。でもラスト1人、ナイス。ふー、最後弁当使ってたら余裕で勝ってたよね、多分。うん、使うの忘れてました、はい。でも意外とバレないもんだね。じゃあちょっと次は違う衣装でやってみようかな。雪だるま笑った。僕ガチで隠れてたからね。さあ、4戦目来たぞ。ちなみに4戦目は赤いね、真っ赤なサンタさんで挑んでいこうと思います。いや、どこに隠れよっかな。ちょっとさっき左に隠れてたから、右側行こう。早速早速、危ない。早速、大丈夫？大丈夫だね。左上にいるって感じかな、山多分。こっち逃げよう。で、配線タスク C の右側に隠れようと思います。意外とさ、こことかバレないんじゃない？近い近い近い、今いたぞ。意外となんか、うん、ちょっとコスプレイヤー的だね。待って、バレてない。これバレてないな。うん、ナビゲーションタスクあるな。電灯あるから、やばい。どこら辺にいるんだこれ。うわ、結構近いぞ。おー、セーフセーフセーフ。このタスクやっちゃおう。はい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 、よし。でも怖いんで、お家に帰りますと。いやー、通ってこないかな。ちょ、面白かったな、さっきの。おいお前、こっちに来るんじゃないバカ。ピンクの後ろに隠れますって言ってたん。ダメです、ピンクの後ろに隠れておきます。よしよし、言ってくれた言ってくれた。あいつ僕を盾に使おうとした罪はでかいぞ。来た。通信、あ、行ったな。左行ったな。ナイスナイス。さあ、本当の時刻はこっからですから。3、2、1、まずい。え、バレてないの今の。え、多分キルボタン押し忘れた感じだな。危ねえ、ナイス。しかもピンって鳴らされて焦ってたんだけど、テレタさん。あ、いた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 。あと一回弁当。あー、最悪。くっそ、惜しいとこまで行ったのに。待って、あと2人生き残ってる。あと1人、ナイス。ふー、はい、ということでね、検証結果、最後の残り1分の赤いピンが出るまではバレませんでした。雪だるまもさ、サンタもさ、なんかそれっぽいところにいたらどうにかなるんだね。うん、今回の検証結果大成功ということでね、ピンが鳴り始めたらね、頑張ってうまく立ち回って残ってる弁当を使って逃げようと思いました。はい。さすがに最後までは限界だったわ。うん、ということでね、この動画が面白いなと思ってきたら、ぜひチャンネル登録、声か Twitter のフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。